人生の旅路において、私たちは時折迷いに出くわすことがあります。どう進めばよいのか、わからない、というご相談を多くいただきます。迷ってしまったら、迷いの瞬間には、不確かさと葛藤が心を揺さぶり、進むべき方向を見失ってしまうこともあります。そんな時には、立ち止まってしまうかもしれません。足元が揺れ、自信がなくなり、進むべき道を模索することすら、難しく感じることもあると思います。しかし、迷いというものは、私たちにとって必要な経験なのです。立ち止まった時には、過去の道を振り返り、自身の内なる声に耳を傾けてみてください。新たな視点や洞察を得ることで、迷いの中に隠された答えに気づくことができるかもしれません。また、立ち止まることは、休息と再充電の機会でもあります。人は、時折、自身のペースに疲れたり、燃え尽きたりすることがあります。立ち止まることは悪いことではありません。立ち止まってしまった時には、これは心身を整える時間だと考えてください。ゆっくりと深呼吸をすることで、心の中に静けさを取り戻し、内なるバランスを回復させる、そんな時間だと考え割り切ることが大切です。迷いと立ち止まることは、自己発見の旅でもあります。その迷いの中には、自身の本当の願望や情熱が隠されているかもしれません。立ち止まった瞬間に自身の内なる声に耳を傾け、真実の自己を見つけ出すことができるかもしれません。疲れた心と体が回復したら、新たな興味や可能性に気づくかもしれません。そのような時間を過ごせたなら、迷いは次第に扉を開き、進むべき方向を示してくれるでしょう。進むべき方向が見えたなら、立ち止まったままではなく、勇気を出して再び歩みを進めることが大切です。行動を起こしましょう。行動を起こすことは、迷いから抜け出すための重要なステップです。小さな一歩を踏み出し、進んでみてください。立ち止まった後に、新たな道を歩み始める勇気を持ち、自身の成長と達成に向かって進んでいきましょう。まとめ、人は必ず迷います。迷うからこそ、成長するのです。一人で悩むのではなく、相談することも大切です。周りに相談する人がいないとか、相談できる内容ではないとか、何か困っておられるなら、小夫婦に無料相談からご相談ください。頂点様があなたが進むべき道に導いてくださるよう、おすがりしましょう。合掌。